皆さんこんにちは。元グラビアアイドル、元プロレスラーで、現在はタレントとして活動をしている相川優月さん。2017年には一般男性と結婚して子供も生まれています。今回はそんな相川優月さんについてご紹介したいと思います。相川優月さんのプロフィール。名前、相川優月。愛称、ゆずぽん。生年月日、1983年5月16日。出身、愛媛県新居浜市。血液型、B 型。身長、157センチ。スリーサイズ、100、60、89。カップサイズ、H。相川優月さんの経歴。1983年に、愛媛県新居浜市に生まれた相川さん。お父さんは、ゆず製品製造会社の社長だそうです。2002年に海外留学を目標として、東京の外国語学校に進学するために上京すると、その卒業間際に渋谷109でスカウトされ、芸能界入りを果たします。スカウトされた時に出された名刺の所属タレント名に、若月千夏さんの名前を見たことが芸能界入りを決心させたそうです。その翌年、男性雑誌の水着グラビアでデビューし、フラッシュ EX 2004年4月20日号に、相川優月という名前でグラビアが掲載されます。2005年には、同じ事務所の相沢ひとみさん、渋谷真由さん、清原美幸さんと共に、スーパー GT イメージガール、ピーチに選出され、それとは別に、浜田翔子さん、西田夏実さん、吉田さとみさんと共に、日テレジェニック2005にも選出されています。そして、2006年には、日テレジェニック2005のメンバーとして、トリノオリンピックのサポーターガールを務め、ピーチのメンバーで、同じ事務所の相沢ひとみさんと、オーパーツというユニットを組み、CD デビューします。2007年からは、ユーザロックと共に、サイバーエージェントのアメーバーブログ、ウェブ生放送、アメーバー番長のレギュラーアシスタント MC を務め、2009年10月6日から放送が開始された、崖っぷち内で、新規で始めたブログを3ヶ月で2000万アクセスに到達させないと、芸能界を強制引退するという企画に挑戦し、見事クリアしています。その翌年の2010年8月23日には記者会見でプロレスデビューを発表。その2年後、2012年12月18日に都内で記者会見を開き、翌年4月でのプロレス引退を表明し、2013年4月29日に2年半のレスラー人生に終止符を打っています。女子プロレスラーとしても活躍。2010年10月31日の自主興行、相川優月プロレスデビュー戦、ゆずぽん祭りを、新木場ファーストリング大会にてデビュー。満員の観衆の前で、トップレスラーの高橋七重選手を相手に、一歩も引かない戦いを見せるも敗戦。しかし、対戦相手の高橋七重選手からは、お前、本当にデビュー戦かよ。と評価されます。2011年1月23日には新木場ファーストリングで所属団体であるスターダムの旗揚げ戦で初のタッグマッチに挑戦するも、高橋七重選手のバックドロップホールドで敗戦。さらに高橋七重選手の容赦ない顔面攻撃により、左目周辺が大きく腫れ上がるほどのダメージを受けてしまいます。2月6日の自主興行でデビュー3戦目で初勝利し、そこからさらに人気をつけ、7月24日には初代ワンダーオブスターダム王座白いベルトを獲得。12月13日には東京スポーツ新聞社主催の2011年プロレス大賞において女子プロレス大賞に選出され、12月22日の日韓バトル大賞では女子プロレス部門最優秀選手、関東賞最優秀タッグを受賞し、
人気が急上昇していきます。2012年には白いベルトの3度目の防衛に成功するも、腰痛を悪化させたため欠場。復帰を経て最終的に白いベルトは4度目の防衛まで成功し、同年12月10日には史上初の女子プロレス大賞2年連続受賞しますが、12月28日に翌年4月29日の両国国技館大会を最後に引退すると表明します。2013年4月29日の試合後はセレモニーも行われ、2年半のレスラー生活に終止符を打っています。ちなみに2021年3月3日のスターダム日本武道館大会で一夜限りのプロレス復帰をしています。一般人男性と結婚。相川さんは2017年9月7日に一般人男性と結婚したことを自身のブログで発表し、これに伴ってグラビアアイドルからは卒業という形になりました。結婚に関しては、絶対結婚できないって思っていたので、自分の中で奇跡が起きたっていう感じです。恋愛面は苦手分野で、これまでひた隠しにしてきたので恥ずかしいですね。と照れ笑いを浮かべてコメントしています。インタビューによると、プロレスを始めてからは彼氏ができず、友達がいい人がいるから紹介するよと言ってくれ、その時に紹介されたのがその男性だったそうです。旦那さんとは同い年で誕生日も近く、単純にそれで会話も弾んだそうで、1ヶ月後に再び食事をした際に連絡先を交換します。ただそこからすぐというわけではなく、デートを何度も重ねながら愛を育んでいき、約2年間に及ぶ交際期間を経て彼からのプロポーズを受けたそうです。私の実家に遊びに行った時に、私の両親の前で彼が指輪を出してきてプロポーズをしてくれました。ただ聞こえるか聞こえないかくらいの小声で結婚してくださいって言ったので、お母さんがもう一回言ってってリクエストして、結果的に2回言ってくれました。世界一小さい声でのプロポーズでしたね。と当時の様子を嬉しそうに振り返っています。ちなみに2018年1月26日に自身のブログで第一子妊娠を発表しており、6月2日に第一子となる男児を出産しています。相川柚月さんの人柄、人物像。以前は将来の目標を女優と話しており、柴崎コウさんや沖縄めぐみさんが好きだったそうです。特技はクラシックバレエとバレーボール、水泳で、特にクラシックバレエは海外公演に参加したことがあるほどの腕前だそうです。また体の柔らかさを生かすために過去にテコンドーを習っており、流派は JTA 日本テコンドー協会で、級は赤帯の一級です。好きな食べ物はチーズ、赤飯、ウニ、アイスクリームで、独特の苦味があるコーヒーが飲めませんでしたが、2006年頃から克服して飲めるようになったそうです。うどんが大好物で、過去には自身のブログで実際に行ったお店の紹介やランク付けをしたりしていました。特にさぬきうどんが大好きで、飲み物の中ではヘルシアも大好きとのことです。嫌いな食べ物は辛いもの全般と過去のウィキペディアに書かれていたことを知り、自らの YouTube チャンネルで、辛いものめちゃくちゃ好きなんです、私は嫌いなものはありませんと発言。それを証明するために動画内で激辛ラーメンを美味しく完食しています。プロレスラー時代は基本は52キロ程度の体重で維持していましたが、グラビア撮影の仕事が入った際には見せる体作りのためと約7キロほど体重を落としていたそうで、その際は3日前からほとんど食事も取らず、時には下剤も使うと話しており、撮影が終わったら今度は食事を大量に取って体重を戻していたそうです。好きなキャラクターはハローキティで、自身のブログでもそれを公言しています。いかがでしたか？グラビアアイドルとしてもプロレスラーとしても
大活躍をした相川優月さん。グラビアのために一気に減量をして、またプロレスのために増量するという話は、さすがのプロ根性と努力で、どちらでも成功した理由がわかりますね。子育てが一段落したら、どんな活動をするか、今から楽しみです。